エントリーナンバー十二番荻野幸次郎三十七歳です。自民党の衆議院議員の公設秘書をしております。私の政策のテーマ三つを簡単にご説明いたします。一つ目のテーマは I. T. で創発される楽しい社会へです。少子高齢化が進み、働き手の不足が叫ばれています。外国人に日本に来てもらうのは一つの方法でしょう。しかし、それに頼った国々の現状を私は悲観的に見ています。 IT を単純に人間の置き換えにするのではなく我々一人一人がどれだけ楽しく楽になるかそういう視点で発展を目指したいと思います二つ目のテーマは自由な表現と想像あふれる社会へです一つ目で強調した IT ですがその本体はプログラムでそしてプログラムとは人間の表現物です表現物の創作にあたって大切なことは制限のない想像力です そこに制限がある世界では創造性を発揮できませんこの考え方をしてはいけないのかなそう萎縮で遊び心や創造性を潰さないよう私は表現の自由を守りたいと思います最後のテーマは格差を縮小して夢を持てる社会へです最近大きな話題となっていることに働きながら子育てをする環境の厳しさがありますこの,この問題は深刻で解決されないといけないのは間違いありませんですが私は同時に 結婚して子供を持つことそういう普通の夢さえ持てずにいる人たちにも光を当てるべきだと考えます多くの人が夢を持てる社会は創造性の基盤です社会政策と IT を組み合わせ格差縮小に積極的に取り組みます楽しい遊び心で日本を動かす小木野幸次郎です